い、皆さんこんにちは、マネルグリフィッシュです。では今回は、三国志14、こちらをプレイしていきたいと思います。で、三国志14は今日1月16日発売になっていますが、どうやらね、プレイデータ収集っていう形で先行プレイができたものもあるようなんですが、僕はちょっとそういったものには全く参加していないので、完全初見プレイになります。で、一応チュートリアルだけはですね、一通りプレイをしましたので、まあ、基本操作は一通り見ておいたという状況です。が、三国志自体はですね、14を、やるのは12以来ということで、13は実はやっていないくてですね、以前の10とか11、12とかこのチャンネルで見ていただいた方は、こいつ三国志分かってないだろうと、武将の名前は読み間違えるわ、土地の名前も読めないわということでね、まあいろいろとあるかとは思うんですが、一応ですね、蒼天航路っていう曹操中心の漫画で勉強中ではあります。なので生温かくも厳しい目でですね、いろいろお気づきの点があればコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速新規化してプレイの始めていきましょう。で、シナリオがいくつか用意されているんですが、まあ、今回はちょっとね、ベタに反董卓連合を選んでいこうかなと思っています。で、じゃあどの武将でやるのっていうところで、まあ今曹操がいたり、劉備がいて、孫権がいて、袁紹がいて、袁術がいて、董卓がいてとあるんですけど、難易度のところをちょっと見ていただくと、例えば董卓であれば難易度1なんですね。呂布を中心に圧倒的な戦力を誇ると書いてある。一方、曹操は人材をそそろうが董卓の猛攻を受けるということで、ね、まあ難易度が高い設定になっています。が、今回はね、やっぱ蒼天航路で曹操中心の漫画を読んでいるので、どうしてもちょっと曹操でやりたいというわけで、難易度がちょっと高めなんですが、曹操でやっていこうと思います。で、一応ですね、僕がシミュレーションゲームこのチャンネルでプレイするときは、まあ大概、難易度はハード、上級、超級、ベリーハードとかでやることが多いんですが、今回ちょっと三国志14は久々初見プレイということもありますので、すいません。中級でやらせていただいて、次回以降上級へとアップグレードしていきたいと思います。では、プレイの方始めていきます。後金の乱が収束したのもつかの間、宮中では家臣と十条寺が権力闘争に明け暮れていた。間もなく霊帝が没して朝廷が即位すると、一旦は家臣が権勢を握るも十条寺に暗殺された。しかしその十条寺もまた袁紹らに一掃され、宙に浮いた天使を握ったのは西方の雄董卓だった。洛陽に入った董卓は天下無双の豪傑呂布をも従え、圧倒的な武力を背景に朝廷に君臨した。さらに朝廷を廃して権帝を擁立する暴挙に及び、その権勢は暗い人心を極め、悪逆非道の限りを尽くした。董卓の専横に憤った各地の諸侯は曹操の檄に応じ、一斉に董卓打倒の兵を挙げ、連合軍の名手には袁紹が衰退され、ここに反董卓連合が結成されたのだった。時に漢の諸平元年、帝都に戦火が近づいていた。はい、というところで、ここから具体的なプレイに入っていきます。このまま董卓を野放しにすれば、いずれ天下はやつの思うがままになってしまう。ということで、画面の右に映っているのが曹操、左が、これは加工トンですかね。まあ、董卓はね、呂布がいて、海遊がいて、さらに、領土も広くて、兵力も大きいという中で、まあ、当然単独で戦うのは難しいので、反董卓連合。ということでね、今画面の方に袁紹が映ってますね。袁紹のこの顔立ちすんごいいいっすよね。憧れるなぁ。さっきのね、もうまあ曹操何度も出てくると思うんですけど、曹操のね、眉毛の力も半端じゃないですよね。こちらが董卓ですね。
まあ、できればね、僕今37歳にもうなっちゃったんですけど、40歳ぐらいになったらね、曹操のぐらいの渋い、そして袁紹のようなかっこいい親父になりたいもんですけどね、まあ、ちょっとなかなか難しいかな。はい、反董卓連合を結成。曹操諸侯に檄を飛ばし反董卓連合を結成、袁紹がその名手の座に就いたという内容になっています。陳宮ですね。曹操様お待ちしていましたぞということで、ここから具体的なプレイの内容に入っていきます。で、まあ、シミュレーションゲーム三国志14なんで、まあ、当然、まあ、天下を取ろうというのがもちろんゲーム目標になるんですけども、今マップ陳宮の後ろに青い画面、青いマップ、青くなっているところあると思うんですけど、これが今曹操が治めている、勢力圏内の領土ということになっています。じゃあちょっと画面をぐーっと広げてみると、東側、西側見ると董卓がでっかいんですよね。それに比べて曹操よ、いかにちっぽけか。3つしかない。これを広げていくというのが最初の、まあ、目標になっていきます。じゃあそれを進めるにはどうするかというと、出陣してそこを占領するという動きになります。まずはじゃあ曹操を出陣させましょう。で、武将情報では曹操の能力が見れますね。統率100、知力、政治90、94、半端ないね。部隊情報のところでは陣形何を選びますかというのが選べます。で、魚鱗を見ると攻撃防御ともにまあ優秀ですねと書かれている。一方閣欲の陣を見ると占領幅が広く防御も高い。今まさに占領して領土を広げたい、まあ、うってつけなのが閣欲の陣ですということになるので、今回閣欲の陣を使っていきましょう。これで、じゃあ先に関東をね取りに行きましょう。占領するとこの関東一帯が曹操の勢力圏内になるということになります。で、縦のマークがね、点在してると思うんですけど、その縦のマークがその地域の中心地ということになるので、まあ、そこをねしっかり抑えにかかろうということになります。じゃあ陣形で閣欲の陣が取れる、部隊を出していきましょう。まず総陣ですね。これも閣欲の陣にして6000の兵、これを出して一気に周辺を平らげようじゃないか。で、命令書っていうのが画面の左上に出てると思うんですけど、この命令書の枚数を使って、各、まあ、命令、内政、出陣を行っていくことになります。じゃあ、続いて内政やっていきましょう。地域内政っていうのがあってですね、これ、各地域に担当官を任命できます。で、その担当官が勝手にいろいろやってくれますという内容なので、じゃあここはね、担当官として、花公園で弊社をやりましょう。で、これ、弊社、農業、商業ってあるんですけど、まあ、それぞれが、弊社が統率、農業が政治、商業が知力と、各武将の能力に対になっているもの、まあ、適材適所で当てはめていくと、より効果的ですね、という内容になってますね。まあ、ここはじゃあ、無難に、陳宮を商業で割り当てましょう。で、さらに、曹操もね、使っていかなきゃいけないので、まあ、引かなきゃいけないのでっていうか使っていきたいので、曹操も使いましょう。まあ、こんなところですかね。で、さらに今地域内政をやったと思うんですけど、他にできることとして内政では、都市内政というのがあって、ここで、歩兵担当と訓練担当。まあ、その名前の通りですね。歩兵は、兵の歩兵です。で、これは武力が高い。じゃあ、加工トンにしますか。わかり申した。で、ちょっと閉じちゃいましたけど、都市内政で訓練のところは、じゃあ掃除に任せましょう。今出陣しちゃってますけど、ね。わかった。まあ、こんな感じで、見ていけますということになります。で、さらに任免のところで軍師が今陳宮になってるんですけど、戦闘支援、謀略、内政、人事とそれぞれ割り当て可能なので一旦自動でやっちゃいましょう。で、そうすると命令書がね、さっき8枚あったのが0になったので、もうこれで今回のターンで対応できる内容がなくなりましたということになります。いやー、これ見ると孤狼間に3万、洛陽に5万、いやー圧倒的じゃないか。圧倒的すぎるだろう董卓軍。しかも 3万いたのが6500に減ってるから、なんか出陣してそうだね。怖いな。
じゃあ、関東とかね、今、勢力圏内に収めたところに、さらに、担当官を任命していきましょう。まあ、今実は欲しいのがお金と兵力なんで、まあ、知力の高い利点に、勝負、任せましょうか。で、関東は、そうだな、統率の高い、学士に、兵舎を任せましょう。本当はね、農業とかもしっかりやっておく必要があるとは思うんですけど、まあ、まずはお金と、武将や兵の数というところを優先していきましょう。で、任命の続きで、姿勢で、戦闘と内政と人事にも人を割り当てます。任せてくれ。で、ちょっともう一度確認しますが、姿勢のところで、戦闘であれば三軍強化だったり、支援であれば施設開発3が入ってたり、まあ、これをね、まんべんなく入れてあげていくと、まあ、国力の底上げになるということになります。で、さっき見れていない決済のところで提案のイベントが来ていて、これ提案の中で採用するとですね、お金を使うんですけど、例えばこれ、推挙を行うと、武将で雇ってきてくれるんですよ。で、三国志14に関して言うと、まだ初めてプレイするんですけど、武将の数はおそらく多ければ多いほどいいと思います。これがポケット戦国とかになってくると、武将の数が多ければ多いほど、お金が減っていって足かせになるっていうことがあるんですが、おそらく三国志14は武将の数多ければ多いほどいいと思います。お、呂布が出てきた。マジか、ちょっと待ってくれ。呂布6500とか今戦ってもどうにもならないぞ。いや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 。呂布、やめてくれ。やめてけれとしか言いようがないだ。大丈夫か？いや、ほんとだよ。呂布が来てるんだ。聞いてくれ。呂布となんか今戦いたくない。いや、戦えないと言った方がいいだ。そしたらまた決済から提案を受け入れていきまーす。いや、困ったことになるぞ、これは。吉報をお持ちしました。さてさて、困ったな。そしたら一旦。どうした？占領で。やろう。読んだか。読んだよ。もう。わかった。ねえ。呂布に近づくのはやめましょう。っていう話を今しに来ましたよ。呂布から逃げましょう、まずは。今、呂布と戦ってね、どうにかなるような。そんな相手じゃないでしょう、呂布は。さあ、じゃあ、時間を進めます。呂布からはね、確実に逃げましょう。まあ、呂布がこちらの奥深くに入ってきたら、孤立させて、その呂布を叩くっていう選択肢は、まあ、考えておくにせよ、今、呂布とまともにぶつかっても勝ち目はない、と思うので、呂布からは逃げるという作戦ですね。推挙があるね。ここはできるだけ武将の数は欲しい。お喜びください。聞いてください。OK だ。悪くないよね、ここまではね。じゃあ、新たに取った場所でも同じく、内政担当をね、武将を割り当てましょう。そろそろ政治でじゃあ、そうだな、農業も入れますか？武将を常に出陣している状態にはなってますからね。やるとしましょう。で、曹操の方なんですが、一旦、そうだな、この辺りに建設で弓矢倉を建てておこう。いいだろう。敵が出てきた時にね、ちょっとでも相手をダメージ与えて遅らせる。まあそういう
敵の進行を遅らせるための建設物ですね。いやー、呂布がなんか変な動きしてるな。とっても怖い動きしてるけど、ちょっと待ってくれ。やってくるんかい。来るんかい。いや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 、ちょっと待ってくれ、呂布。正気か、お前。出陣だ。ここで失うわけにはいかない、そうそう。マックス戦力で、直ちに出撃だ。いや、本当に怖いよな、呂布とかね。お金はどうなってる？戦か。これ、呂布の部隊に混乱を仕掛けましょう。成功率 60%。頼むぞ。ただでさえ少ない金を使うんだ。失敗に終わったー。金を土偶に捨てたわけだな。いやー、戦闘が始まってしまった。あ、ただ呂布の方が引いていく？ありがたい。うわ、呂布の強襲、いや急襲か。1500を一気に削られたな。これこのままさ、呂布と戦ってどうにかなるのかな。総兵力、急いで進軍してなんとか呂布を叩いておきたいところだけどね。で、ちょっと終始ザクとしてか見てなかったですが、一応お金はあるね。混乱はないの。呂布大の足止め、力を削ぐ、いやー違うんだよな。いや、金900使ってても、ちょっとでも勝てる可能性を残しましょう。ケチラ正念場だ。さあどうなる？カントが東卓軍に奪われたか。これは呂布さえ追っ払えばいつでも取り返せるから。いやー本当だよ、聞いてくださいよ。今呂布軍と熾烈の戦いをしてるんですよ。これ総陣が間に合えば勝ち目ありで十分に。で今回こそ金がない。金があるようであれば確実に呂布の士気を削いで潰しておきたい。海遊9500が救援に来てるぞ、大丈夫か。来たね、連携技。これ連携が入るとね、強力なあの戦法が発動できるので両軍を壊滅できるんだ。よし、いやいやいや、これ一騎打ちになるの？これ勝ち目ないだろ、呂布に一騎打ちってさ。この妙才の前に知るがいい。いや、なんか敗北したけどさ。勝てるわけがなかろう。まあ一応呂布は撃破したんで、よしとしましょう。ああ、くそー。こうやって奪われていくからな。ちょっと待ってくれー。まあ、呂布軍を壊滅させたとはいえ、
もうこっちは結構瀕死だからな。できれば、この弓櫓まで敵を引き込みたいよね。承知。お。で、曹操は一度退却して立て直しましょう。っていう感じでね、もう早速激動の三国志が始まってますけど、取った取られた、やったやられたということでね、三国志14、しっかりプレイの方楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ、お気づきの点とかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、コメントをお寄せいただければ嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。